覧の皆さん、こんにちは。このコーナーは去年株式投資を始めたばっかりの私三浦奈保子が経済ジャーナリストのこちら、ナイス松岡さんに株式投資のいろはを教えていただいて、上級トレーダーさんを目指そうというコーナーでございます。今日のテーマはこちら、株の売り時です。さあ、ナイス松岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず三浦さんは、いつ頃から株式投資を始められたんですか？去年の9月頃ですね。9月。はい、なるほど。まあいい時期ですよね。ほら、よく言われるアベノミクスでガーッと上がるちょっと前ぐらいだから、その時に持ってる株があれば今相当上がってるということになりますよね。はい、でもこの売り時っていうのはまた何でこのテーマを選んだんですか？私がですね、持っていた株がある銘柄がすごく上がったんですけど、まだまだ上がるかなって思ってるうちにまた下がってしまって、なるほど、ね、それでこの時売っとけばよかったなっていう後悔がすごいんですけど、なるほどね、いつ売ればいいのかっていうのがその時は分からないんですよね。だからそれはまだ持ってらっしゃる、その株は。持ってます。なるほど。かなり上がってまだ下がったけども、まだ一応プラスにはなってる。そうなんです。でももう売っちゃって利益確定してしまうか、それともまた上がるのを待つか。なるほど。どっちがいいんだろう。まあね、それはですね、株式をやる個人投資家にとってはですね、株の売り時っていうのは基本的にはもうこれ永遠のテーマと。そうですよね。言ってもいい。この10分間で答え出ますかね。でですね、ちょっと字汚いんですけど、株式投資の格言としてこうね、利食い千人力って言葉があるんですよ。この利食い千人力で、これは利食いっていうのは利益を確定させて株を売ること。でこれの力はもう千人力だっていうぐらい、まあ、これマージャンでもあるんですけどね、上がってなんぼっていう、だからこれは株は実は銘柄を上がる銘柄を買うことって実はそんなに難しくなくって、もっと難しいのは上がった株をどこで売るか。これはだから皆さんみたいにまだまだこう上がるなと思って持ってるわけですよ。そうするといつの間にかね、こうやっぱ下がってきちゃうので、そうするとここまだ上がったのにここが損したような感じになるわけですよね。ということですよね。それです。はい、今の私の気持ちで、今までこのところでちょっと売ろうとしたことはあったんですか？この下がる過程で。いや、この辺りまでは、山の中原くらいまでは、いや、また上がるでしょうって悠長に構えてたんですけど、こう言ってここら辺までは、ここまではまだ上がるんじゃないかと。はい、いけいけって感じだったんですけど。なるほど。ダメでしたね、この辺で。でもここまで来て今どんな気分ですか？気分的には。最悪です。でもここよりは上がってるわけですよね、このあれは。はい。だからここが取らぬたぬきの川沿いになってるわけですよね。そうです。完全に。もう何買うかとか考えちゃってました、完全に。でも、それはまだね、いい方ですよ。これね、こうなっちゃったら、もうどんどん売れなくなりますよ。下がって、ここの値段よりも。で、これね、よくやるのが、こう塩漬け株って言うんですよ。こう塩漬け株っていうのは、もう漬物みたいに、こうなんていうの、もうずっとね、日の目を見ずに持ち続けることを塩漬け株って言って、本当に初心者にありがちなパターンで、まだここプラスになってるのはいい方です。じゃあもう売っちゃった方がいいっていうことですか？結論いきなり言いましょうか。売っちゃった方がいいです、明日に。本当ですか？本当に。でも私まだ上がると思うんですよ。それは一回こう言ってここで売るとこうね、ポジションがなくなるわけじゃないですか。そうするとね、一回冷静になれるんですよ、株ので。株は持ってると上がるって思っちゃうんですよ、先入観で。だから実は株って本当は上に行くにも下に行くにも可能性としては 50% なんだけど、持ってるがためになんとなく上に行くと思っちゃってるから、もうそこでね、冷静な判断が失われてるわけですよ。で、一回手放して、もし本当に上がりそうだと思うんだったらまたすぐ買えばいいんですよ。そうか、一回冷静になるっていう。
手数料分が引かれるだけですよね。もうそうそう、もう今ね、株の手数料なんつったってね、大体1000円もかかんないんでしょ。本当にネット証券さんだったらすごい安いです。100円台とか。一つにはね、ここをこうすぐ1回売って冷静になる目を覚ますという。そう、で、あとそういうのを防ぐ方法とか知りたくないですか？知りたいです。なんとなくどんな解決策が考えられると思います？自分でそういうのを防ぐ。そう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 、熱中を防ぐってこと。だからこう言ってね、うまくいい時に売るっていう。え、そんな方法あるんですか？じゃあすごいいい時に売っちゃって、あとは見ない、その銘柄を。まあ、それもあるんです。どんなに上がろうと。それもあるんですよ。そう、辛いから上がった時に。だからこう言った時に、別にね、ここで売っちゃってもいいっていう心構えが大事なんですよ。本当に心構えが大事。でもなかなかこれは本当に上級トレーダーの人しかできないんです。じゃあ初心者はどうするかっていうと、こう大体こう上がってきますよね、はい、値段がこうやってそれで、ある日ちょっと下がるわけです。で、次の日また下がって上がるかもしれないけど、直近の高値ありますよね。そっから 10% ぐらい下がったら自動的に売りますっていうルールを決めておく。自分の中でもうルールをきっちり決めておいて、それを守るってことですね。そう、まあこれね、15% ぐらいでもいいんだけど、 20% ぐらいにすると精神的なダメージを受けちゃうんで、後悔がね、また出ちゃうから、まあ、このぐらいで一回打っとくっていうルールを決めておけば、自動的にもう売りますと。いや、でもこの私は頂上で売った時の、売れた時のもう快感が忘れられないんですよね。あ、そういうことあったんですか？ありました、何回か。でも、ね、ヒヤヒヤですよね、そういうのって。それはね、はっきり言ってまぐれです。いや、本当にそれでね、自分のこと天才だと思っちゃう人いるんですよ、本当に。私、はい、本当にそう思ってます。それはね、まぐれなので、まぐれが続いたと思って、こう自分がいるルール、まあ感覚からすると 10% ぐらいがいいんじゃないですかね。 10% 下がったら、あ、これはもうちょっとここで打った方がいいなと。そう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 、だからまあこう言ってこう言ってちょっと上がってもね、次こうなってる時にはもうここで売り注文を出しておくっていうね、そのぐらいがいいんじゃないかなと思います。なるほどですね。リグイ仙人力。そう、リグイ仙人力、これ覚えて、ブログにもぜひ書いて。結構きついお言葉ですが、身に染みました。さあ、いかがだったでしょうか。新コーナー、三浦奈央子の上級トレーダーを目指せ、次回もお楽しみに。失礼しました。失礼しました。